オートバイ競技、モトクロスモトクロススタートコーナーリングジャンプモトクロスは、モトクロス競技専用車である、モトクロッサーを用いて、オフロードに作られたレース専用コースで順位を競う、オートバイ競技の一つ。コースは、丘陵や斜面を利用して作ったり、平坦な土地に土を持って作る場合が多い。モトクロッサーは、行動走行不可だが、草レースの場合は、 高度走行可能なトレイルバイク等での参加も認めている場合もある。モトクロスはスタートに特徴があり、30台程度のバイクが横一列に並び、スターティングゲートを使用して一斉にスタートする。ただし、予選が行われた場合は、予選上位通過者からスターティンググリッドを選ぶことができる。このレースは、起伏に富んだ土の露出したオフロードコースで競われる。 コース上にはジャンピングスポットが設けられていることが多いため跳ねたり飛んだりといった三次元的なアクションが多くレースの進行とともに変化する路面コンディションにより複雑な要素を含んでいる最高速度は時速 140km 近くまで出るコースもあり熱狂的な愛好者も多く世界各地で市民参加の草レースから公式レースまで様々なレベルで行われている 健康やコース状態の変化を考慮して周回数でなく規定時間で争うよう定められている。日本国内では日本モーターサイクルスポーツ協会が主催する全日本モトクロス選手権をはじめ各地方選手権や販売店やクラブが主催する草レースが開催されている。スタジアムで行われるスーパークロスまた都市部のスタジアム等に 多量の土砂を運び込んでジャンピングスポットに工夫を凝らした特設コースを作り衝撃要素を大きくしたアマスーパークロスも北米を中心に工業として多くのファンを集めている日本では第二次世界大戦後に新中軍によって国内にその原型が伝えられた当時は中流軍基地の施設内で開催され米軍人の趣味や娯楽として行われていたが 日本人レーサーも出場していたという。一斉にスタートラインから飛び出して競われる競技スタイルからスクランブルになぞらえてスクランブルレースと呼ばれた。1959年第1回スクランブルレースが埼玉県朝霞市で開催。同年第1回全日本元クロスが大阪府市野ヶ山で開催。この当時のオフロードレーサーはレースの続称からスクランブラーと呼ばれ。 市販ロードレーサーモデルのオートバイを軽量化して、サスペンションを強化、排気管の取り回しを変えて、マフラーを高い位置に移設、タイヤを不正置用のノビータイヤに変えたものを使用した。後に市販車の中にも、このスクランブラーとして開発された車種も登場した。しかし、これらのスクランブラーは現在でいうところの、モトクロッサーや、デュアルパーパスタイプのマシンよりも、車体の基本構造が、 ロードレーサーのそれをベースとしていたため、不正地走破性は現行のモトクロッサーと比べるべくもなく、コースも現在より起伏は控えめであった。後に不正地走破性に特化したモトクロッサーが登場するようになると、スクランブラーは次第に捨てれていき、1970年代頃にはモトクロッサーへと置き換わっていった。 1970年代末に発売されたスズキ SP370 はこういったスクランブラー直径の最後の市販車となった。モトクロス専用の最上位マシンの一つ、川崎 KX450 回後に本格的なモトクロッサーやエンデューロマシンが市販車として出回るようになると、これらを使ったモトクロスレースが盛んに行われるようになっていった。草レースレベルでは しばしば行動走行が可能な市販のデュアルパーパスマシンを流用したレースも行われるが、レース専用車も一般のバイクショップで取り寄せなどの形を含め購入可能であり、ワンボックスカーなどをトランスポーターとしてレースに参加する愛好者も見られる。モトクロスは専用のダートコースや人工的に作られた丘などをオフロード用のオートバイで走破する競技である。このため、 同レース用の競技車両には、行動走行で必要となる、保安部品は取り付けられない。しかし、モトクロッサーのような専用コースを使う、レース以外にも、行動を走行するコースがあるエンデューロレースでは、モトクロッサーに全消灯などの保安部品を取り付けた、ものが使われる。市販トレール車の一つホンダ CR 回250リットル行動用として、市販されている、オフロードバイクは、 基本的にトレイル車であり、形はよく似ていてもモトクロス競技車両とは別のマシンである。これらは競技車のような激しい走りに対する車体の耐久性を持っていないため、モトクロスコースを全力で走ると各部に致命的な損傷が起きるため十分な注意が必要である。ラリー専用車ヤマハ XTZ850R、その一方でダカールラリーのように行動も不正値も 同じように走り抜けるものでは、専用設計のラリー使用車が使われるが、これが一般の利用に即した形で、ダウングレードされたオートバイ車種としては、デュアルパーパスと呼ばれる、舗装道路の走行を視野に入れた、オフロード、オンロード両対応車もある。ただし、エンデューロマシンによるレースはあっても、デュアルパーパスタイプをそのまま競技に使うことは稀である。 スプリントレース用であるモトクロスサーでは7から8リッター程度の燃料タンクしか持たないところをラリー使用者やデュアルパーパスマシンではしばしば10リッターを超える燃料タンクを持つ点。モトクロスレースよりもさらに複雑な地形の走破を目的とした競技にはトライアルが存在する。このトライアル競技では自然の地形や人工の障害物を設置して これを規定のコースで足をつかずに走破し、一斉スタートするモトクロスとは違って一台一台が、順次コースをめぐる点も大きく異なる。この場合は、モトクロスレースよりもスピード感には劣るが、より複雑な地形を操車テクニックを駆使して乗り越えるため、よりトリッキーな動作を必要とし、専用の競技車両であるトライアラーは、モトクロッサーよりも、さらに軽量で簡素な作りとなっており、 燃料タンクも極めて小さく3から4リッター程度である。また、モトクロス競技用の車体であるモトクロッサーに17インチ前後のオンロード向けホイールを装着し、舗装路専用のスリックタイヤなどを履かせて、舗装路と不正値を織り混ぜたコースを走るスーパーモタードが存在する。スーパーモタードはアスファルトをドリフトで走る、その過激なライディングスタイルに熱狂的なファンもいる。 ただしスリックタイヤでダートを操破するのはタイヤ本来の用法ではないため格段に高い操作技能を要求されるわけだがこれがファン筋にも好まれる2000年代においては日本国内は MFJ による全日本格式でモート1選手権を頂点に各地で毎週のようにレースやイベントが開催されている社落1986年2月号 P74 小学館、ありがとうございます。